ございます。皆さんが土曜日に夜夏祭りありましたけども、先週の、まあ、大勢の職員にとっては裏番組になりますけども、市民ふれあいトーク木曜の夜から日曜の午後にまちづくりサロン、この話はしましたね。今日まちづくりサロンの話をいたします。25日にマビで開かれました。これはですね、主催は倉敷市で、担当部局は、保健福祉推進課と、で保健福祉局というのがありまして、その中下に課があるわけですね。でその課の中には介護保険課とか、私たちの関係保険、指導監査課とかね、ありますけども、保健福祉推進課というのは、まあ、保健福祉行政全体の企画調整係という立場 で今回のテーマはですね、地域福祉計画を策定するにあたって、倉敷市のですね、市内5カ所で小島、水島、真備、倉敷、玉島と、市内5カ所でまちづくりサロンというのを開いて、市民の直接の声を聞きましょうということで、マビーが3カ所目ということでした。日曜の午後13時から16時、先着順40名、私2番目に申し込んでて早かったですね。で、まあ、このまちづくりサロンでね、地域福祉計画策定、会議とかになって、サロンというふうにした、限りはですね、非常にあの運営がですね、まあ、あのサロン的というかね、和やかな運営で、その運営を担当するのが、まちづくりサロン運営グループ笑顔でまちづくり応援隊という、笑顔でまちづくり応援隊、YouTube でこれを弾けばですね、あのアイスブレイクの とても楽しいお芝居があったりとかね、とても楽しい雰囲気作りのところを、動画で撮ってアップしてますけども、この笑顔でまちづくり応援隊というのをですね、これ、当日配られたので見ましたらですね、17名名前が書いてるんですけどね、天野照美さん、池上和成さん、和重さん、池田俊吾、なぜか愛用順なので天野さんと池上さんが1番2番に出てくるから、あ、これはすごいなと思ってですね、単に愛用順だけで、主だったメンバーがいろいろ入れ替わり立ち替わりですね、役割を担って全体を楽しく運営していただいてますけども、この笑顔でまちづくり応援隊というのは、まあ、天野さんも池上さんも地域評価支援センターですけども、その仕事の立場とは少し違う立場でボランティアで参加しているということなんで、そもそも笑顔でまちづくり応援隊というのは何かというのを、ちょっと天野さんに簡単に1分間で説明してもらいます。大きな声でお願いします。このパンフレット小さくちょっと見えないんですけど、笑顔でまちづくり応援隊っていうのは、あのファシリテーションっていう楽しい会議の進行の技術っていうのをその学んだメンバーがいるんですね。で倉敷市は多分、2008年ぐらいからその講義を1年かけて、研修をやってきました。で私も23年度にですね、かなりの回数を行って、それからグループ発表なんかでしっかりグループで練って最後仕上げたものを皆さんの前に発表するといったようなファシリテーションの技術を学ぶ講演が1年かけてありました。その主に21年、23年、24年の卒業生、受講生の卒業生の人を中心にまちづくり応援隊っていうのを結成しています。でその中には住民もいますし、行政職員がものすごくたくさんいらっしゃいます。で、とにかく楽しくやろうと、楽しくないけれど会議でないぐらいの勢いで楽しくやっていきます。で、住民の方が気軽に、こんな難しい議題なんですけれども、あ、なんか私でも意見が言えるっていう、そういう雰囲気を作るために気軽に楽しく、しかし、中身は濃く、ですから今回も2時間半、3時間近くありましたけれども、結局最後すごく中身の濃いものが出てきたっていうような、状況を最後に作り出す力も持っていなければならないということで、まちづくり応援隊というのが今、まあ、今年であれば5カ所のサロンをずっと回っています。で、かなりの年配の方がもう主役になって、楽しい会を毎回開いています。そういう
で今回のまちづくりサロンのテーマがこの地域福祉計画ということですけど、地域福祉計画とはということで、担当部局長、保健福祉推進課の課長さんがですね、最初に説明しますね。支援を必要としている人を支え合う地域を作るために、自分ができること、まあ自助ですね、が地域福祉サービス事業者などができること、共助、それから行政ができること公助ですね、まあいわゆる地域包括ケアシステムの中では、を整理して、その仕組み作り、方向性等を定める行政政策、行政計画です。でこれに住民の意見を反映させそうということであったわけですね。で私は、グループ分け、とても最初考えられたグループ分けですね。私のグループは私が追って空席で、川上さんっていう、やたらまちづくりやってて、元ヘルパーさんね、ベテランの。それから本庄さんは高齢者福祉課の主任さん。この動画見ていただけると思います。中山さんは、岡田のまちづくりの事務局をやってて、2万の学童保育に関わってるんですね。白川さんは川崎市大学3回生、将来就職するかもしれません。で、いわゆるその私どもの言ってる、ポストイット BS 法をやるわけですね。ブレインストーミングをやって、それをまとめていって、最後にですね、各グループから、みんなが暮らしやすい町にするためのアイデア、ベスト3、それから残しておきたいプラス2というのを、書き出して、8グループが前にずっと並べて、こういうボードに掲示するわけですね。それから、1人3秒、これ赤いシールなんですけどね、1人3秒赤いシールでぐるぐるぐると発表していった後にね、ぐるっと見渡してペタペタとこう投票していくわけですね。で、投票1位はなんと私どものグループが出した15票、15票、12票、8票ですから、結構ダントツだったんですけども、私どものグループで出したのがですね、空き家休耕田を活用して障害者が地域で住み働ける場を作りましょう。これ15票、なぜか私高齢者介護に関わって